どうも、ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は絶対に取ってほしい隊列の書、やっていきましょう。皆さん、隊列の書集めてますか？その中でも、一つだけ入手困難なやつがあると思うんですよ。それはおそらくこれじゃないでしょうか。チャレンジミッションのレジェンド。これ、ボーナススフィアを累計5万個獲得しろ、ですね。報酬が隊列の書、円。となってます。これ5万個入手するの結構難しいんですよね。普通にやるとめちゃくちゃ時間かかっちゃうんですけども、やり方が分かれば簡単です。使うキャラクターはオペラですね。装備が必要です。ファクターに HP 吸収がついた武器を準備してください。そして防具ですね、ブラッディアーマーを着せましょう。ファクターにはクリティカルハイブースト、まあこれ他の防具にでもいいので、クリティカルハイブーストをつけてください。これが重要です。で、アクセサリーにファクターでスフィアアップをつけておくといいです。で、悲しみの指輪をつけて攻撃力を下げてあげるとさらにいいと思います。装備はこんな感じですね。そして必殺技、必殺技にグラビティシェル。これをつけてください。グラビティシェルがめちゃくちゃいいです。んでもって、戦術ですね。戦術の隊列で、アサルトシフト。これにしてください。そうすると、ボーナスで、スフィア排出量が 30% アップします。アクセサリーと合わせて 40% アップですね。で、さらにさらにもう一つシステムのオプション。バトル設定で、難易度を一番難しくしておいてください。そうすると敵の HP がめちゃくちゃ上がります。これで準備は OK ですね。いきまーす。そして、外に出ましたらば、音楽を演奏してください。悪魔の旋律で、おすすめはフェニックスかな？フェニックスが一番やりやすいと思います。はい。で、ブラッディアーマーを着てるので、無敵です。で、これで必殺技のグラビティシェルを連発してください。これブレイク力がものすごく高くって、ブレイクしてスフィアをめちゃくちゃ集めることができます。で、この間に、クリティカルが発生しますので、HP、MP はガシガシ回復して大丈夫です。連射コントローラーを持ってる人は、連射コントローラーをオンにして放置することもできます。うん。まあ、そんなに強くない武器を装備してるので、そうね、どれぐらいだろうな。5分ぐらいで倒せると思います。うん。武器をもうめちゃくちゃ弱くしたら、検知スレイヤーとか、攻撃力1とかにすると、さらに、いいかな。あ、いや、良くないわ。あまり弱くしすぎると、HP 回復しないので、ある程度の武器を装備した方がいいですね。はい。まあ、とりあえずこんな感じで、グラビティシェルを連発しておいてください。まあ、これは、連射コントローラーで放置してます。放置しますね。そろそろ倒し終わりますね。4分ちょいですね。うん。俺がつけてる装備で4分ちょっとで倒せるっぽいです。はい。で、倒しました。あ、さっきスフィアどれぐらいだったっけ？確か3万8000ぐらいだったでしょ。累計が。3万8000ぐらいだったんですよね。それが、あ、違うか。どんぐらいだったんだ？ 3万5000ぐらいだったかな。まあ、1回戦うごとに、多分3000ぐらい入手できますので、これを繰り返すことで、5万個いけます。とりあえず5万個いけましょう。あ、すいません。フェニックスよりもドラゴンタイラントの方が効率が良かったです。ドラゴンタイラントの方がフェニックスよりも HP が3、4倍高いみたいで、こっちの方がずっと放置できて良かったですね。こいつを倒すのに10分以上かかっちゃいますので、ここの方が効率が良かったです。まあ、フェニックスをね、何体も倒してもいいとは思うんですけども、まあ、連射機があるならばこっちの方がお得でした。で、多分、そろそろ、溜まるんじゃないかな？多分、そろそろ溜まると思います。ちょっと逃走して見てみましょう。いけたと思う。
入手できてますね。ミッションでボーナススフィア5万個達成です。で、これで隊列の書円を入手することができました。これがなかなかぶっ壊れてて、アンダーコーションですね。300個のところを見てください。アイテムクールタイム無効です。アイテムが使い放題になるんですよ。まあ、これでかなりぶっ壊れますけども、まあ、入手は結構後の方になるので、そこまで使わないかもしれません。でもなかなか面白い動きはできるようになりますよ。ぜひ取ってください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。